スティーブン・ホップキンスは、イギリス領ロードアイランド植民地出身の政治指導者でアメリカ独立宣言に署名した人物の一人。ロードアイランド植民地の首席判事及び総督を務め、1754年にはオールバニでの植民地会議及び1774年から1776年には大陸会議で大議員となった。ホップキンスは、ロードアイランドのプロビデンスで、 ウィリアム・ホップキンスとルース・ウィルキンソン・ホップキンス夫妻の息子として生まれた。弟のエセク・ホップキンスは大陸海軍の初代最高司令官となった。シチュエートにある農園で成長し、公立学校に通った。1742年にプロビデンスに戻り、芋野市、商人、選手及び測量師として働いた。1731年にシチュエートが プロビデンスから分離したとき、政治の世界に入った。次の10年間、シチュエットで、最初の町民会議議長、町事務官、町委員会の議長、町法務官、治安判事、プロビデンス軍一般訴訟裁判所の判事と、事務官といった選出されるか指名される役職を、務めた。1733年には、プロビデンス軍一般訴訟裁判所の主席判事となった。 ロードアイランドの植民地議会では1732年から1752年および1770年から1775年まで議員1738年から1744年および1749年にはその議長を務めた1754年ニューヨーク植民地のオールバニで開催された植民地会議でロードアイランド代表となり フランスとの戦争が差し迫っているという観点で、ベンジャミン・フランクリンが初期に計画した植民地の団結とインディアンとの同盟締結について議論した。ホップキンスはロードアイランドの知事に9回選ばれた。ホップキンスは独立戦争の時期より遥か前に、イギリスの先生に対して正々堂々と意見を述べていた。1764年、 試される植民地の権利という小冊子を出版し、それが広く配布され、イギリスの課税と議会を批判したことで革命の指導者という評判を獲得した。1773年、所有していた奴隷を解放し、翌1774年、ロードアイランド議会議員の時に植民地に奴隷を輸入することを禁じる法案を提出した。これは、 新しいアメリカが衆国でも最初のハンドレ政法の一つとなった。アメリカ独立宣言の総行を提出する様子。ホップキンスは後列で帽子をかぶっている。1774年にサミュエル・ウォードと共に大陸会議に植民地の代表団を率いて出席し、アメリカ独立宣言の流行る署名者となった。震える右手で署名するときに、 左手で押さえておかなければならなかった。ホップキンスは小児麻痺を患っており、独立宣言に署名するときに、私の手は震えているが私の心は震えていないと言ったと伝えられている。有名なジョン・トランブルの会がアメリカ独立宣言の提出では、後方に帽子をかぶって立っている紳士として容易に識別できる。会運業に関する知識があったので、 大陸会議が創設した海軍委員会で特に有能な委員となり、新しい大陸海軍のために最初の船を購入し、偽装し、水兵を確保し操船させることに貢献した。この委員会への参加を通じて、海軍法の枠組みを提唱し、また、アメリカ独立戦争の間、新生官もない組織を支配するために必要な規則や法律の総合を作った。 1776年2月18日には最初のアメリカ海軍戦隊が襲撃した。ホップキンスはその影響力を使って弟のエセクホープキンスを新しい海軍の最高司令官の地位に据えたが、この使命は後に不運なことになった。1776年9月、健康を害して大陸会議から引退せざるを得ず、ロードアイランドの直に戻った。 1777年から1779年、ロードアイランド国議会の活動的な議員を続けた。ホップキンスは会員制貸出図書館であるプロビデンス図書館会社の設立に貢献し、1753年、ニューポートの哲学協会会員となった。ほとんど独学であったが、 1764年から1785年までロードアイランド大学の学長を務めた。ホップキンスの家は小さな歴史史跡となっており、ブラウン大学中庭からすぐのところにある。ホップキンスは1785年7月13日に78歳でプロビデンスの自宅で死んだ。そこの北墓地に埋葬された。ロードアイランド州ホップキントンの町は、 ホップキンスの名前にちなんで名付けられた。リバティ戦 SS、スティーブン・ホップキンスは彼にちなんで名付けられ、第二次世界大戦でドイツの水上艦艇を沈めた最初のアメリカ船となった。ミュージカル1776年はアメリカ独立宣言の総合を作り署名する話であるが、ホップキンスはベテランの性格男優、ロイプールによって演じられる主役である。 彼は善意はあるが、気難しく独立独行の政治家で酔っ払いとして描かれており、その人格の力で大陸会議をまとめていくことに貢献したとされている。バージニアの独立決議に関する議論開始について投票を求められたロードアイランドの大陸会議代表は、大変危険なので議論もできないような問題を見た、ことも聞いたこともまた変えたこともない。もちろん、 私は何でも議論することに賛成しようと宣言する。ありがとうございます。